はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は中学英語の現在完了形丸4、どのくらいの間編をお送りします。で、今回ポイント含めて7も問題がありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が説明しながら答え書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ねポイントの方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますでは早速始めていきましょうっていう感じでね始まったんですけどももし今この現在完了形とかをね一応丸一丸二丸三丸四となっているので連続で見てくださってる方はあれって丸三と雰囲気変わってるぞとみたいな、ね、思ったと思うんですよで実は丸一から丸三までは約7年前の自分が取ったものです で、今回、2021年に教科書が変わったんですね。英語の内容は結構変わっていて、それで追加で撮ってます。だから、その画面が明るくなったりとか、なんか喋り方がね、若干変わったりしてると思うんですけど、同一人物です。7歳年取りましたけど。なので、まあ、あの、困惑させたところはあるかと思うんですが、あの、気にせずお付き合いください。 で今回そのこの、ね、どのくらいの間編を撮ってるわけなんですが、実は今2021年、教科書が変わってすぐに撮っているんですけれども、映画の教科書はですね、ちょっと定まってないんですよ。というのも、教科書会社によって結構違うんです、まだ。そのだから、このどのくらいの間が一つのなんだトピックというか、単元でなってない方もいると思います。 もともとあった、えっと、現在完了で3つね、ルールがあるんで、3つだ、ルールあるんですけど、その中の1つの中になんかこっそり入ってる内容かもしれないんですが、あの、覚えて損が、損をする方は1人もいないので、ぜひね、あの、うちの教科書なんかそんなに、なん堂々とやってないんだけどって思う方もいるかもしれないんですが、ぜひね、覚えていってください。では、えー、前置きが長くなりましたが、今回は現在完了で、どのくらいの間っていうのをくっつけた意味の書き方、作り方をやっていきます。 ただ、ルールは非常にシンプルで、新しいことないです。一つも。なぜかっていうと、今まで現在完了学んできましたよね。それプラス、今までに使ったことがあるものがくっつくだけです。文とつまり文の最初ね。文の頭に、これがくっつくだけです。How long です。How long。どのくらいの間って How long だもんね。初めましてじゃないんです。今まで使ってきてるから、同じ意味で。 ただ、現在完了、ほにゃららしてますかって。これ、先に言っとくと、継続なんだよね。今まで勉強した一つの、継続の意味の、ずっとほにゃららしてます。継続してますっていうやつに、how l o n g どのくらいの間がコラボしてるんです。それだけなの、実際は。ただ、まあ、それもうまく使いこなしていこうねっていう、問題演習をね、していこうと思います。で、下ね、ちょっと隙間空いてるんですけど、復習でいろいろ書かせてください、ここは。で、まず一つ目。 あなたはどのくらいそこに住んでますかって。まあ、どのくらい住んでんのって聞きたいわけです。で、まあ、言うがあるからね。ちょっとあなたカットしちゃおうか。今書いてあるから。で、ゼアはそこですね。で、まあ、意味見たときに、どのくらいほにゃららしていますかって。まあず、ずどのくらい、どの、ずっとしてるのっていうのを聞きたいので、ああ、現在完了で書きたいな。しかも、どのくらいっていう期間を聞きたいので、how long からスタートしたい。つまりスタ,とスタートね。 こここは how long から始めますこうやって。であとはその「住んでいますか?」ってここね「住んでいますか?」って聞きたいからこれ見た時に「現在完了だなと思ってください。で、まあ、このね前にも動画3本でずっと現在完了やってるから復習がね必要ない方も多いと思うんですけど一応現在完了形の作り方っていうのはハブプラス過去分子です。 分子ね、これがメインの作り方まあハブがハズになることももちろんあるけどねでその最初に言った現在完了にはメインの意味が3つあります下切れてるかもまあいいか見えるからいいねメインの意味が二つえっと3つあって完了っていう意味と継続っていう意味と経験ですいいこの3つがあるでそれぞれの使い方によってコラボする単語が大体決まってるわけです で、それに関しては、前の動画見てください。丸一丸二丸三分かれてるからね。ただ、戻ると、まあ、現在完了はこうやって作ります。ハブと過去文詞を使うわけです。で、もともと、あなたが主語だから、you.you you have って過去文詞。今、住むって、住んでるってやつだから、l i e だよね。lib。で、l i の過去文詞は、l i e に、えっと、d をくっつける l i e do です。l i do。だから、you have lived って書きたいんです。普通に書くと。 ただ、疑問文だよね。質問したいから。で疑問文にするときは、現在完了は、ハブを前に出してくれる。前に出せばいい。つまり、主語の you の前にハブを出せばいいから、ハブがここに来て、Have you? で、今言った、live に D をくっつけたら、lived。で、すれば、How long have you lived there? って言えば、あなたはどのくらいそこに住んでますかっていう。 だ今までやった知識をくっつけただけですよなんですよ本当はこんな熱弁してますけどねいいかなこれでオッケーですで今質問したので答え方2個やっていきましょうでなんで2個ね答え方並べたかっていうとこっち3番の方はちゃんと答える方ですで4番の方はえっ、ー、とちょっとね省略した簡単に答える方で両方あるのでぜひ両方押さえてください で、3番の方はね、どのくらい住んでんのって聞かれて、2週間住んでると。もう引っ越したばっかだね、まだね。で、これはちゃんとした答え方で、ちゃんとしてる何がちゃんとしてるかっていうと、主語から書きますよって。あなたはって聞かれたから私で答えます。つまり、2週間ですって書いてあるけど、私はそこに2週間住んでいますっていうのがちゃんとした意味。いい、ちゃんとした意味ね。で、現在完了で聞かれてるから、当然現在完了で返します。さっきやりました。 だから、I でもくっつくのは、have です。つまり、I have って同じだよね。住んでるから、lived there.I have lived there. で、私はそこに住んでいますと。ずっと住んでる。で、あとは、2週間っていう、期間をつけたいんですよね。で、これはさっき言ったコラボするってやつで言いましたけど、継続。あの、継続って意味で使うときは、よくコラボするのは、for と since です。for と since。 で、ここは、2週間っていう間。この漢字が目印で、これを使うときは、for を使います。for。だと、2週間っていうのが、2が2だよね。to。で、週は week。で、複数形にする必要があるんで、weeks。for two weeks っていうと、これが2週間という意味になります。なので、I have lived there for two weeks っていうと、私は 2週間そこに住んでいますっていうきっちりした答え方が完成になります。で、ちなみにこれはもう余談なんですけど、まあ結構ね、テストとかも出てくるのが2週間じゃなくて約2週間ですっていう。だいたい2週間っていうそのおよそね、約をくっつけなきゃいけない時があるんですよ。で、約ってアバウトじゃないですか。アバウト。で、それをどこに入れるかが結構ミスりやすくて、もし約を 入れたいときに、about を入れたかったら、ここに入れてください。for about two weeks って言うと、約2週間ですっていう言い方ができます。まあこれはあの豆知識で覚えておいてください。いいかなで、次。どのくらい住んでんのって聞かれて、え、10歳の時からって答えるときです。で、これもちゃんと言うと、私はそこに10歳の時から住んでますって言いたいんだけど、この部分。ここね。 私はそこに住んでるっていうのを省略することもできます。つまりこれ、for two weeks って答えても OK です。OKOK。2週間で通じるから。もちろん4のね、F は大文字にするけど。で、そのバージョン、こっち。省略したバージョンから、つまり、ここの後ろの部分だけを書けばいいっていう答え方もあるので、それも覚えておきましょう。で、こっちのポイントはこれです。から。2週間の間が来たら4です。ほにゃららからが来たら 使う単語は since これになりますこいつがからになりますあとは10歳の時つまり私が10歳の時ってことを言いたいので I was ten years old まあ I was 10 years old 私が10歳でしたっていうまあ過去の話だから was で過去形にしてねつまりこれで私が10歳の時 からっていうふうに言うことができます。まあ、どっちの答え方もできますので、ぜひね、覚えておきましょう。ではでは、5番、もう一回ね、質問作っていきましょう。で、次は、彼女は、彼女ね、主語ちょっと気をつけましょう、彼女。どのくらいの間頭痛がしてるのって聞きたいんです。で、まずどのくらいって聞きたいからね、もうこれ来たら、オッケーオッケー、how long だねって思ってください。で、今、C が主語あるんで、まあ、彼女カットしておいて、これね、ヘデック、ヘデック。 これは頭痛です。頭痛。ちょっとこれは余談になるんですけど、この頭痛ってね、覚え方があって、これヘッドとエイクがくっついてる単語だと思ってください。ヘッドって頭です。頭ね。で、エイクは痛みです。意味としては。つまり頭の痛みなんでくっついて頭痛になります。で、これも本当は余談ですけど、ちょっと書けないんで下に行こうか。えーと、綴り合ってるかな これ、stomak って言います。stomak。これ、お腹です。お腹。で、これに上の、aik をくっつけるね。あ、stomak と a イクをこうくっつけると、お腹の痛みなんで腹痛になります。stomak cake って言うんだけど。で、これはよくね、この a イクをつく、使う単語は、まあ、こういうふうに意味ルールがあるので、ぜひね、覚えておきましょう。で、話を戻すと、まあ、どのくらい、まあ、書いたからいいか。どのくらいはね、書きました。 で、頭痛があるって言いたいんです。で、ずっと頭痛がしてるっていうば継続で言いたいので、まあ、現在管理を使いましょうと。で、さっきと同じではね、まあ、そのハブをね、前に出せばいいっていう話なんですが、ここで気をつけるのは、主語が C です。C。だから、C の時は、ハブじゃなくて、はずですよね。はずに変わる。三単元の方で。なので、ここ、前に出てくるのももちろんはずになります。はず。で、後ろ。 過去文章を使いたい。つまり動詞が何なのかなって話なんですけど、頭痛がするとか、その痛みがあるときは、痛みを持ってるっていう解釈でいてください。痛みを持ってるんです。つまり持ってるってハブでしょ。だからもともとは、ハブはヘデックって言うと、頭痛がするって言います。ハブはヘデック。で、そのハブを過去文詞に変えたいので、ハブの過去文詞は、h どぅ。つまり、How long has she had a headache? って言うと、 彼女はどのくらいの間頭痛がしてるのっていう質問が完成になります。まあ、やってることをハブログくっつけてであの C ね主語を見ればさハブなのかハズなのか分かるからそれを前に出して過去分子くっつけるだけだから、まあ、やってるルール同じなんだけどね。で答えていきましょう「いつから頭痛してるんて?」って昨夜昨日のね夜の7時からですって。まあ俺も偏頭痛持ちなんでねこの彼女の気持ちはめちゃめちゃ分かる苦しいんだよねだいぶね辛いんですけど。 で、これも答えていきたい。で、注目するのは、やっぱりからね。からなので、同じく n ンスから始めます。で、これも、あれね、ちゃんとした答え方じゃなくて、簡単バージョンでシンスから始める。で、昨日の夜の7時からって言いたい。で、あんまこれアクロックあるから、数字のセブンくっつけて、シンスセブン c ク o c クって言うと、7時からですなんだけど、この昨夜をくっつけたい。昨夜、昨,夜昨日の晩ね。 昨日の夜のことを言いたいので、あとは、last night。くっつければ、えー、since seven o'clock last night。で、昨夜7時からです。という答えも完成となります。ではでは、最後ね、参りましょう。えー、あなたはどのくらいの間先生をしていますかと。まあ、これはね、ちょっと線が多くなってますが、今までやってきた知識を使えば、お、問題ない。 どのくらいって聞きたい。だから、スタートは、how long から始めます。こっからね。で、書くときにまあ注意するのは主語だね。この話を主人公誰かなってあなたです。つまり、あなた言いたいから使うのは当然 you です。で、you を使いたいから、あ、h have だって思ってください。主語が C だったら h have だってなりますけどね。つまり、h have を使いたい。じゃあ、その h have が前に出てくるわけだから、 have, you ってなるね。で、あとは現在関連の過去分詞をくっつけたい。で、先生をしてる。まあ、ティーチャー書いてるけどね。職業についてるっていう時は、B e 動詞使います。B e 動詞つまり、B e 動詞の過去分詞を書きたいので、B e 動詞の過去分詞は、b e e n です。b e e n だから、how long have you been a teacher? って言うと、あなたはどのくらいの間先生してますかって。 しつこいけども、例えばここがさ、えっ、ー、と、じゃあ、リサさんに聞いてるとするか。シュガーがもしね、リサ、あなた、あ、ごめん、リサはどのくらいの間先生してるのって質問したかったら、リサにくっつくのは、はブじゃなくて、はズですよね。なので、how l o n g has Lisa been a teacher? って言えば、リサってどのくらいの間先生してるのって質問が完成になりますので、 まあ、ここに関して気をつけるのは、まず、how long 使うんだっていうところ。あとは、まあ、疑問文の付き方と同じですけど、主語に気をつけて、使うのがハブなのか、タズなのかをちゃんときっちり考える。で、答えるときには、ほにゃららかんとか、まあ、期間聞いてるからね、ほにゃららかんとか、ほにゃららからって答えることが圧倒的に多いので、このね、r の使い方と since の使い方をマスターしておけば、ここはね、問題なくクリアできると思いますので、ぜひね、復習もしておいてください。 では、今回はね、中学英語の現在完了形丸四どのくらいの間編やらせていただきましたでちなみにもう一本追加があります。これ絡みで。何かっていうと、なんと、現在完了に進行形が来ます。現在完了進行形。今までみんなは、現在進行形、過去進行形ってやってきたんですけど、仲間入りです。 でその現在完了進行形を次回のね動画でやっていきますので、もしよかったらね、そちらの方も聞いてみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。